こんにちは、ヨッキーさんです。前回 PVC ポリ塩化ビニルをお湯で柔らかくして輪ゴムで縛って変形させて衣装を作ったんです。最初は良かったんですが、しばらくしたら体にフィットしなくなっちゃいました。そこで風呂上がりの四つ葉のようにスポーツタオルで胸を隠せるようにします。 UV レジンを使ってタオルを作るので、ゴム手袋で肩から胸をカバーしておきます。次に優しい大胸筋から首の後ろにかけて両面テープをゴムの上から貼っていきます。そしてベース糸と2種類の UV レジンを使ってスポーツタオルを作っていくことにしました。基本的な要領は UV レジンを使って下着や水着のパンツを作った時と同じです。両面テープの上に白いベース糸を乗せてタオルっぽく見えるフレームを作ります。ベース糸によるフレームができたので、ここに UV レジンを染み込ませて固めます。今回はソフトレジンにハードの白を混ぜましたが、ハードタイプだけで作っても良いと思います。レジンをドライヤーで温めると柔らかくなって気泡を減らすことができるのでおすすめです。温めて柔らかくなった UV レジンを少しずつベース糸と周りに乗せて固めていきます。何度か光を当てて UV レジンが固まってきたら、カバーしていたゴム手袋を切って外します。ニッパーやルーターを使ってバリを取って形を整えてみたら、いい感じに仕上がりました。ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらまた来てくださいね。待ってます。